岡崎平尾は、第22から26代岡山市長で、歴代最多の5期務めた。岡山市名誉市民。旧政府中中学校を、第1期生として卒業。同級に、江草隆重、浦上豊から。徳島高等工業卒業後、大阪市水道局に就職したが王将。ボルネオで終戦を迎えた。帰国を待つ間に、大腸がんを二度手術。 1946年病院選で帰国。戦後の1947年大阪に水道工事会社を設立後、翌1948年水田市水道部長に転職。1952年関西大学第二部法学部を卒業。岡山市水道局長を経て1963年岡山市長に初当選、以来連続5期20年在任し、 歴代の岡山市長では、最も長く市長を務めた。緑と花、光と水という市政運営コンセプトを掲げて、足掛け10年を費やし、西川緑道公園、枝川緑道公園を完成させた。また、周辺の市町村合併を積極的に進め、就任の間に、政令指定都市の法定人口の要件である人口50万人を達成させた。 1965年、岡山市ジュニアオーケストラ創設。1974年日本下水道協会初代、会長。1979年から2期4年間全国市長会会長を務め、今なおその業績への評価は高い。村田義孝は追いにあたる。ありがとうございます。